予定説は、聖書からジャン・カルバンによって提唱されたキリスト教の神学思想。カルバンによれば、神の救済に預かる者と滅びに至る者があらかじめ決められているとする。神学的にはより広い制定論に含まれ、その中の個人の救済に関わる事柄を指す。全敵堕落とともに、カルバン主義の根幹をなす。予定説を支持する立場からは、予定説は、 聖書の教えであり、正当教理とされるが、全キリスト教書教派が、予定説を認めているわけではなく、予定説を認める教派の方がむしろ少数派である。予定説に従えば、その人が神の救済に預かれるかどうかはあらかじめ、決定されており、この世で善行を積んだかどうかといったことではそれを変える、ことはできないとされる。例えば、教会にいくらをしても救済されるかどうかには、 全く関係がない。神の意志を個人の意志や行動で左右することはできないということである。これは条件的救いに対し無条件救いと呼ばれる。神は条件ではなく無条件に人を選ばれる。神の一方的な恩寵である。救済されるのは特定の選ばれた人に限定され、一度救済に預かれた者は罪を犯しても必ず神に立ち返るとされる。 これは、生徒の県民と信仰交代者の協理である。アウグスティヌスは、人間が全的に堕落し、救われるためには、神の恵みによらなければならないが、神は、すべての人を救われるのではなく、救われるべき人々を神があらかじめ選ばれたという、予定説を展開した、と改革派教会においては理解される。ただし、アウグスティヌスを聖人としてする、聖教会、 カトリック教会においては、アウグスティヌスの見解を予定説とは捉えていない。アウグスティヌスは、ペラギウス主義及び反ペラギウス主義への反駁として、救済の温調が信仰や善行に対する因果関係において、先行すると説いた。しかし、アウグスティヌスの著書、告白において、母、モニカの死後、彼女の救済を願う祈りが記されている。そのため、 実際のアウグスティヌスによる恩長論がカルバニズムに見られる予定説を意味すると捉えるのは極めて困難だと言える。予定説はオランダのカルバン派で発展し、救済の予定が人間の堕落の前とする堕落前予定説と堕落の後とする堕落後予定説との論争が起こった。堕落前予定説では人間の自由意志の余地は全くないと批判されることがある。 救いの選びと滅びの選びについて教えた二重予定説についても議論が多い。聖書は救いに選ばれた者の,のために書かれたのであり、カルバンは滅びの選びを強調していない。滅びに選ばれた者の,のために聖書が書かれたわけではない。オランダ改革派のヤーコブス・アルミニウスは予定説に反対し、不編救採説を提唱したが、1六百十年に改革派のドルと会議で、 このアルミニウスの思想は異端として排斥された。この時、人間の全面的堕落、無条件的選び、限定的食材、選びの証明における不可抗的恩恵、生徒の兼任というカルバン主義の五つの特質として定義された。イングランドのメソジストは予定説を批判するアルミニウス主義を取っている。ジョン・ウェス・レイがアルミニウス主義を受け入れたために、 カルバン主義のジョージ・ホーイット・フィールドとの間に論争が起こった。イングランドのメソジストはアルミニウス系だが、ホーイット・フィールドの影響があるウェールズのメソジストはカルバン主義である。ウェールズのメソジストを助けたハンティンドン伯爵夫人もカルバン主義者であった。ドルト会議以降、カルバン主義系統とアルミニウス系統の論争が続いていたが、自由主義神学が現れ、 この敵に立ち向かうために、福音陣営において、両者の論争は鎮静化した。日本においてもリベラル派の聖書館に対抗し、聖書信仰に立つカルバン主義者とアルミニウス主義者が協力して聖書信仰運動を展開した。協力が結ばれたのは、新政党主義のカールワルトの聖書館に対する反発があったことも指摘される。マックス・ベイバーは、論文、プロテスタンティズムの倫理と、 資本主義の精神の中でカルバン派の予定説が資本主義を発達させたという論理を提出した。救済に預かれるかどうか全く不明であり、現世での善行も意味を持たないとすると、人々は虚無的な思想に陥るほかないように思われる。現世で同意ようとも救済されるものはあらかじめ決まっているというのであるなら、快楽にふけるというドラスティックな対応をするものもあり得るはずだ。 しかし人々は実際には全能の神に救われるようにあらかじめ定められた人間は禁欲的に天命を務めて成功する人間のはずであるという思想を持った。そして自分こそ救済されるべき選ばれた人間であるという証を得るために禁欲的に職業に励もうとした。すなわち暇を惜しんで少しでも多くの仕事をしようとし、その結果増えた収入も 協楽目的には使わずさらなる仕事のために使おうとした。そしてそのことが結果的に資本主義を発達させたという論理である。予定説はキリスト教のすべての教派で受け入れられているわけではなく、プロテスタントのいくつかの教派で受け入れられてはいるものの、最大の信徒数を持つローマカトリック教会や東方教会で最大の教派である聖教会では、 受け入れられていない教説である。予定説は、聖教会には全く受け入れられていない。すでに17世紀の1672年に、エルサレム総主教ドシセオス2世が招集した、エルサレム公会で、他のカルバン主義の教説とともに予定説は否定された。なお、この公会においては、カルバン主義のみならずローマカトリックとも距離が取られている。カトリック教会では、予定説は、 トリエント公会議で異端として排斥された。ありがとうございます。